非常にこう見えてこないです、ね、じゃあ今ね、はい、続いてはこうキティさんという方なんですけども、はいはい、最近海外武者修行から帰ってきたヤングライオンのヒール率が高いように感じますと、はいはいはい、監督の考える理由を教えていただきたいと、ね、こういうことなんです。そうですね、はい、若手の時は道場で、ね、うん、ギュッとされてるのが海外とか、はい、解放されますから一気にね、はい、そうするとこう、はい、育ちの悪さとともに、はい、花開くとかぶれがかぶれ、はい、でかぶれるとかぶれがひどい、かぶれが特にかぶれがそんなことで、やっぱ最近ですとやっぱり六本木 3K、 はいはい、昔はやっぱちょっとこう田口さん田口さんみたいな感じで、そうです、そうです、はい、なんかすごく寄ってきてた方がいいね、はい、つい 1,2 ヶ月ぐらいまでなんかチーズバーガーとね、はい、一緒に写真撮ったりとかしてました、はい、また裏切りましたねパンフレット見ましたか、セシリーズのパンフレット。あ、すいません、ちょっと田口、はい、ショーの方がですよ、はい、田口は、うん、ダセー一言ですよあれは本当にね、僕は読んでね、はい、怒りましたね、久しぶりに、はい、めったに感情を表してない監督なんですけど、はい、怒らないですけど、東京ドームで六本木 3K の王座にヤングバックスが挑戦する、はいはい、うん、ドームジュニアタックはヤングバックス個人的な感情での予想は MC 失格か。じゃあ監督、はい、じゃあちょっと 今話題のですね、はい、選手に関する質問も来ておりますね、はい、マッツさんという方から、はい、マッツさん、ズバリクリス・ジェリコはスカウトしないんですか。ああ、そうですね、世界的スターすぎて、はいはい、恐縮してしまう。なるほど恐縮するのもそのはず、クリス・ジェリコは世界的スーパースター、本場アメリカで知らぬ者はいないという超大物レスラーなのだ。そんな彼のサプライズ登場に日米大パニック。ジェリコだ、ジェリコ、マイガー、想像を絶する超ドリームカード、ここに実現。年齢でも46歳ぐらいの方ですね。だからまあ小島さんとかのぐらいの感じの、はい、まあ、リビングレジェンド、はい、レビングレジェンド、ね、そうですね、はい、では監督の勝敗予想は。勝敗はクリス・ジェリコ選手またこれ監督ちょっと夢のある答えですけど、夢のある、そうですね、はい、ドームで一発で終わってほしくないですよね。あ、なるほど、はい、日本の日本人の選手と、うん、いろいろなカードが、ね、られ実現すれば、ね、実現面白いですから、ね、はい、そこへ繋がっていったら、はい、アメリカ大会もまた成功間違いなしですから、また完売、クリス・ジェリコ参戦、ね、お、かなりこれなんかちょっと今リアリティある、ありますね、リアリティありすぎてちょっとね逆に大丈夫かっていう気が若干しますけど今日本当になんか監督どうしたんですか今日はなんか冴えてるんだか、そう調子がいいのか悪いのか続きまして、あざみさんという方からの質問なんですけども、はい、1.4 でジュニアが 4A マッチになりましたが、監督的には誰が一番精神をかけて戦えると思いますか。そうですね、だから精子をかける量でいうと量若い方が、精子量が多いんですよ。うん、精子をかける量、生きる死ぬですね、はい、のかける度合いが、精子をかける度合いですね、濃さが、はい、ちょっと今ですね、はいはい、ですね、オスプレイ選手が、はい、24ですね。うん、かけて戦える部分でいうとオスプレイだが、はい、そことまたちょっとそことまた、そうです、はい、4A ということなんで、はいはい、吉田選手は 6A までやったことあるっておっしゃってました。おお、それはどっちの方意味でしょう。試合だと思いますよもう監督、はい、じゃあちょっとこの辺で、はい、恒例のズバリ勝敗予想をお願いします。はい、そうですね、ズバリジュニア 4A はヒロム選手ですね。大阪大会で、うん、なんかヘッドギアそうですねみたいなのつけて
もう指も折られるのにグローブをつけて、はい、そういう策を練って、はい、ようやくこう挑戦をアピールして、はい、それは認められたと、はい、この他の3人がそう思いもつかなかったような経験ない分、ね、ちょっと何をするかわからないところがあるという、うん、それはちょっと怖さですね。なるほど、はい、ちゃんと予想してますね。そうですね。しかも意外とこう腑に落ちる感じが今日は多いですね。はい、さあ監督、はい、質問続けますが、はい、キムさんっていうかですかね、 KIM さん、はい、内藤さんがレインメーカーを介して ST の決める決定的な方法はありますか。ちょっとあの技はなんていうかこうレインメーカーの相性が良さそうな感じはしますけどね。こうそうですね、動き的に目が出てきますからね、出てきますかね、まずグッと、はい、取りに行かないといけないものを、ね、差し出してきますからね、はい、最大のピンチでありながら実は最高のチャンスかもしれないですね。デスティーノ決定的な瞬間はこう後ろ取られて、はいはい、振られて、はいはいはい、以前もありましたね。ありましたね、イービル選手ありましたね。ありましたね。ありましたね。あれ意外と好評だったの。イービのところで。そうですね。内藤選手の場合はこうデスト、デスト受けます。こうデスト。ここへ掴む。ティーノ。なるほど。今監督のタイミングなんじゃないかという気がし若干しますけど。タンキーロの方がやりやすいんですか。ドラン。一緒です。はい、ズバリ、はい、どちらがズバリですね、うん、内藤選手です。おお、今回ちょっとなんか今回攻めてます。思い切った予想が多いですね、はい、攻めてます。今回、はい、ここで勝たないとダメですね。おお、はい、なるほど、はい、やっぱりこう総決算のね、はい、やっぱりこの2017年、はい、ウイジャパンが、はい、ロスイングウェルナブレスを徹底的に鍛えてきました。なるほど。ですからそれのもう集大成として、はい、やっぱりこれは内藤選手、なるほど、ヘビーのベルトを取ることで、はい、タグジジャパン、はい、ありがとう、ありがとうという最後のマイクで、ね、なるほど。だからこれ内藤選手が負けるっていうことは、うん、タグジジャパンも敗北を意味するんですよ。同時に同時に、はい、俺たちの希望の星ですよ。希望の星、はい、スターダストとは言ってますけどね、星屑ではないんですよ。お、なるほど、はい、あ、その先はないですね。うまくいったつもりそうですね、はい、まあでも岡田選手もね、今こう強さという意味ではポイントとしてはあの内藤選手から取ってからずっと防衛してるんですよね。ああ、ずっと8人ですかね、防衛してるという意味では、もう2周目おかわり入っちゃう、おかわりに入っちゃう。ドームを締めくくるのは降り注ぐ金の雨か、ダウンミッシュ。新日本プロレスが誇る年間最大のビッグマッチ、レッスルキングダム12 in 東京ドーム。衝撃の凱旋帰国を果たしたジェイ・ホワイトが棚橋博士に挑む。世界が注目するドリームカード、クリス・ジェリコ VS ケニー・オメガ、運命の頂上決戦、内藤哲也 VS 岡田和親。さあ行くぜ、みんなでプロレス 1.4。 それでは 1.4 東京ドームで皆さんお会いしましょう。良いお年を。田口ジャパンプレゼンス、もういくつ寝ると 1.4で、月刊6と9ではレッスルキングダム12 in 東京ドームを大解剖。ファンの皆様の質問をもとにベテラン記者と690秒で蹴り込むぜ。 YouTube 新日本プロレスワールド、そして会場でご覧の皆さん、どうも新日本プロレス田口雄介です。よろしくお願いします。やっぱり年の瀬ですから、はい、もうこれは見えてきますね。この辺の季節で頑張ることで、うん、プロレス大賞が見えてきます。そうですね、はい、はいはい、そしてちょっと、はい、G1 前まで頑張ってたんですけど、ね、はい、ダグチジャパン一色だったんですけどね、はい、はい、ちょっとダグチジャパンの印象が薄れてる、若干ないんだ。急降下、振りがすごい。では最初の質問、ガモン。
ともゆっきーさんという方からの質問なんですけども、はい、ついに海外から凱旋してきたジェイ・ホワイト選手、はい、監督ズバリ今回のインターコンチ戦のジェイ・ホワイト選手をどう分析しますか。まあ、ジェイ・ホワイトなんですけど、うんね、そこのまず白黒をはっきりつけないとなんかちょっとまずはそう、ね、そうです、ね、顔がマスクはいいですからね。マスクは甘いですね、ちょっとね、悪いことしても人気が出ちゃいますから。ブーイング大阪では飛んでたんですかね。飛んでましたね。まあ、ね、ハッピーエンドで終わるところの、そうですね、一番最後にそこを邪魔した的な部分は多分あったでしょうけどね。そんな幸せでこう帰れるところを、でこれはでも、はい、まあ棚橋さんとしてはこれちょっと負けるわけにはね。そうですね、本人のやっぱり気持ちとしてもこう、うん、やっぱりまだ一人の若手としてこう見てるところはあるんじゃないですか。なるほど、はいはいはい、もう監督としてはやっぱこれもうズバリどうでしょうね、予想としては。そうですね、これはズバリ、はい、J ホワイト。おお、あれそっちですか。これははい、当てに来たと。当てに来た、はい、まさかの予想。そこには監督の身勝手すぎる理由が。タグジンジャパンに、はい、とっての、はい、このカンフル剤になりますので。なるほど、はい、そしてまた再生の道を。なるほど、今年の前半っていうのはまさにそのタグジンジャパンで、はい、こう田中さんというのは徐々に徐々にこう復活していたっていうイメージありますから、はい、まあ、田中さん戻ってきていただかないと、はい、タグジンジャパンも非常にこう見えてこないです。そうですね、じゃあ今ね、はい、続いてはこうキティさんという方からなんですけども、はいはい、最近海外武者修行から帰ってきたヤングライオンのヒール率が高いように感じますと、はいはい、監督の考える理由を教えていただきたいですね、はい、こういうことなんです。そうですね、若手の時は道場で、うん、ギュッとされてるのが海外とか解放されますから、はい、一気にね、はい、そうするとこう育ちの悪さとともに、はい花開くと、かぶれがかぶれ、はい、でかぶれるとかぶれがひどい、かぶれが特にかぶれがそんなことで、やっぱ最近ですとやっぱり六本木 3K、 はい、はい、昔はやっぱちょっとこう、タクシさんタクシさんみたいな感じで、そうです、はい、なんかすごく寄ってきてた方がいいね、はい、つい 1,2 ヶ月ぐらいまでなんかチーズバーガーとね、はい、一緒に写真撮ったりとかしてました、はい、また裏切りましたねパンフレット見ましたか、セミシリーズのパンフレット。あ、すいません、ちょっとタクシー賞の方がですよ、はい、田口は、うん、ダセーって一言ですよあれは本当にね、僕は読んでね、はい、怒りましたね、久しぶりに、はい、めったに感情が悪いかもしれない、怒らないですけど、はい、はい、東京ドームで、はい、六本木 3K の王座にヤングバックスが挑戦する、はいはい、うん、ドーム、うん、ジュニアタックはヤングバックス個人的な感情での予想はMC 失格か。じゃあ監督、はい、じゃあちょっと 今話題のですね、はい、選手に関する質問も来ておりますね、はい、マッツさんという方から、はい、とも、まあ、ズバリクリス・ジェリコはスカウトしないんですか。ああ、そうですね、世界的スターすぎて、はい、恐縮してしまう。なるほど恐縮するのもそのはず、クリス・ジェリコは世界的スーパースター、本場アメリカで知らぬ者はいないという超大物レスラーなのだ。そんな彼のサプライズ登場に日米大パニック。ジェリコだ、ジェリコ、マイカー、What the hell? That's Chris Jericho! Chris Jericho! It's Chris Jericho! 想像を絶する超ドリームカード、ここに実現。年齢でも46歳ぐらいの方ですね。だからまあ小島さんとかのぐらいの感じの、はい、まあ、リビングレジェンド、リビングレジェンド、そう、そうですね、そうですね、はい、では監督の勝敗予想は。勝敗はクリス・ジェリコ選手またこれ監督ちょっと夢のある答えですね、はい、夢のある、そうですね、はい、ドームで一発で終わってほしくないですよね。あ、なるほど、はい、日本の日本人の選手と、うん、いろいろなカードが、ね、やられ実現すれば、ね、実現面白いですか、はい、そこへつながっていったら、はい、アメリカ大会もなるほど成功間違いなしですから、また完売クリス・ジェリコ参戦、ね、お
これかなりこれなんかちょっと今リアリティある、ありますね、リアリティありすぎてちょっとね逆に大丈夫かっていう気が若干しますけど今日本当になんか監督どうしたんですか今日はなんか冴えてるんだか調子がいいのか悪いのか続きまして、あざみさんという方からの質問なんですけども、1.4 でジュニアが防衛マッチになりましたが監督的には誰が一番精子をかけて戦えると思いますか。そうですね、なんか精子をかける量でいうと若い方が、精子量が多いんですよ。うん、精子をかける生きる死ぬですね、はいはい、のかける度合いが精子をかける度合いですね、濃さが、はい、ちょっと今、はいはいはい、ですね。オスプレイ選手が、はい、24ですね。うん、かけて戦える部分でいうとオスプレイだが、はい、そことまたちょっとそことまたそうです、4Aということなんで、はいはい、岸田選手は 6Aまでやったことあるっておっしゃってました。おそれはどっちの方意味でしょう。試合だと思いますよ。もう監督、はい、じゃあちょっとこの辺で、はい、恒例のズバリ勝敗予想をお願いします。はい、そうですね、ズバリジュニア 4A はヒロム選手です、ね、大阪大会で、うん、なんかヘッドギアそうですねみたいなのつけて、もう指も折られるのにグローブをつけて、はい、そういう策を練って、はい、ようやく挑戦をアピールして、はい、それは認められたと、はい、この他の3人がそう思いもつかなかったような経験のない分、ね、ちょっと何をするかわからないところがあるという、うん、それがちょっと怖さですね。はい、ちゃんと予想してますね。そうですね。しかも意外とこう腑に落ちる感じが今日は多いですね。はい、さあ監督、はい、質問続けますが、はい、キムさんとかですかね、 KIM さん、はい、内藤さんがレインメーカーを返して ST の決める決定的な方法はありますか。ちょっとあの技はなんていうかこうレインメーカーのこう相性が良さそうな感じはしますけどね。こうそうですね、動き的に腕が出てきますからね、出てきますかね、まずこうグッと取りに行かないといけないものを差し出してきますからね。最大のピンチでありながら実は最高のチャンスかもしれないですね。デスティーの決定的な瞬間はこう後ろ取られて、はいはいはい、振られて、はいはいはい、以前もありましたね。ありましたね。イービル選手にありましたね。ありましたね。ありましたね。あれ意外と好評だった。イービのところで。そうですね。内藤選手の場合は、こう、デスとデスって受けます。こう、デスとここへ掴む。ティーの。なるほど。今、監督のタイミングなんじゃないかという気がし若干しますけど。タンキーロの方がやりやすいんですかね。ドラン一緒です。はい、ズバリ、はい、どちらがズバリですね、うん、内藤選手です。おお、監督今回ちょっとなんか今回攻めてます、思い切った予想が多いですね、はい、攻めてます今回、はい、ここで勝たないとダメですね。おお、はい、なるほど、はい、やっぱりこう総決算なわけですね。なるほど、はい、やっぱりこの2017年、はい、ウイジャパンが、ロスイングウェルナブレスを徹底的に鍛えてきました。なるほど。ですからそれのもう集大成して、やっぱりこれは内藤選手、なるほど、ヘビーのベルトを取ることで、はい、タグジジャパン、はい、ありがとうありがとうという最後にマイクで、ね、なるほど。だからこれ内藤選手が負けるっていうことは、うん、タグジジャパンも敗北を意味するんですよ。同時に同時に、ね、俺たちの希望の星ですよ。はい、スターダストとは言ってますけどね。星屑ではないんですよ。お、なるほど。はい。その先はないですね。うまくいったつもり。そうですね。はい、まあでも岡田選手もね、今こう強さという意味ではポイントとしては、内藤選手から取ってからずっと防衛してるんですよね。ああ。ずっと8人ですかね。防衛してるという意味では。もう一周、二周目、おかわりに入っちゃう。おかわりに入っちゃう。ドームを締めくくるのは、降り注ぐ金の雨か、ダウンミッシュ。新日本プロレスが誇る年間最大のビッグマッチ。
レッスルキングダム12 in 東京ドーム。衝撃の凱旋帰国を果たしたジェイ・ホワイトが棚橋博士に挑む。世界が注目するドリームカード、クリス・ジェリコ VS ケニー・オメガ。運命の頂上決戦、内藤哲也 VS 岡田和親。さあ行くぜ、みんなでプロレス 1.4。 それでは 1.4 東京ドームで皆さんお会いしましょう。良いお年を。2017年もいよいよクライマックス。衝撃、感動、激闘。2017年新日本プロレスの熱き戦いを一挙振り返る。ハイライトオブザニュージャパンプロレスリング2017。試合時間はすでに40分を超えています。さあ決めに行け。これが王者の誇りが詰まったレインメーカー。てめえらの宝、俺たちに全てよこせ。鈴木さん、今日でとても嫌いになりました。ロースインカペル。岡田 IWGP 挑戦させていただきます。 We are We are タグチー Japan。 難しいことはもういらない。根性と感情が抜き出した。決めるのか。俺たち鈴木が一番。ベルトを投げたり蹴ったりするのは正直嫌いです。いや、全レスラーが全力で戦うからこそ怪我をする人も出ます。でもプロレスラーは超人です。
最後まで諦めないのがプロレスラーです。新日本ジュニアの未来をその手で掴んだ口田、2年ぶり2度目の優勝。口田てめえ調子乗ってんじゃねえぞ俺ら。バーチオカダ・カズチカの死闘は60分戦い抜いての引き分け。日本全国戦い様、主役は俺だ。これはダメだろ。いやー、セコンドは4名までです。アイアンフィンガーフロムヘル、最低だ、最悪の事態だ。どっち式力を込めてのハイフライクロー。広島の皆さん、愛してます。さあ、ジュース・ロビンソンが夢をその手につかめるか。面白いな、やってやるぜ。新たなる自分をつかむため、今宵いぶしは神を超えるか。いぶし、また上がってこいよ。ジェイ・ホワイトのモンスター、いきなりとラストアイマミール。はい、アンバック。メッセージ、ちょっと待ってください。なんだ、最高の PR を飾ったのはイーリン・サナダ・ヨク・オブルメ。2018年1月4日、January 4th at the Tokyo Dome。 この日、新日本プロレスの戦いが、熱が、鼓動が世界に響き渡る。さあ行くぜ、みんなでプロレス 1.4。 JRA プレゼンツ、ロードトゥ東京ドーム。本日のオープニングマッチ、山本虎鉄メモリアル第11回ヤングライオン杯総括リーグ戦、15分一本勝負を行います。ロードトゥ東京ドーム、昨日に引き続き今日もこの聖地後楽園ホールにて熱い戦いが始まります。第11回ヤングライオン杯争奪リーグ戦、まずは第1試合、最初に登場したのは成田蓮。今年の7月にデビュー、確かなそのレスリングセンスとポテンシャルは高い評価を受けています。183センチ93キロ、海野翔太。そして成田の前に立ち上がりました海野翔太。昨日は八木哲弘との戦いで自身初めてのシングル初勝利を挙げました。第1試合のゴングが鳴りました。放送席ご紹介いたします。ゲストに元井美希さん、そして解説ミラノコレクション AT さんです。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、昨日に引き続きミラノさん、ヤングライオン杯ということになりましたが、はい、まあ、熱い戦い続いてますね。そうですね、海野選手ようやく勝利を挙げてね、はい、このまま突っ走りたいところですけどもね、
まあ成田選手もね、ちょっと白星欲しくてしょうがないでしょう。そうなんですね。デビューして5ヶ月半くらいですけど、はい、なんとか掴みたいところですよね。そうですね。今強烈に張っていくのが海のこの平手打ちです。ちょっとにも逆水平とああいう、こう野球のピッチャーのようなね、投げるフォームの2種類あるんですけどね。そういえば海野選手も成田選手も野球がバックボーンにありますね。海野選手は、ね、野球やっていました。共に野球経験があります。得意な方というのはこちらのチョップなんでしょうね。はい、足を締め上げているのが成田です。はい、レッグロック、インディアンデスロックの、インディアンデスロックの形ですね、はい、さあロープを掴んでいきたい海野ですが、ロープには逃がしません。成田エルボードロップ落としていきます。基本の動きですね、これは本当に足攻めですね、はい、でそこからあの肘を乗せて固めてるかな、ちょっとね映像では見にくいですけども、そうですね、肘を乗せてますね、はい、右足でなんとか体をほどいていきました海野。ただここも成田が引き続きいきます。やはり成田選手、本井さん、気合がやはり入ってますね。はい、成田選手も海野選手もやはりこう一試合一試合ごとにこう目つきだったり表情だったりすごくこう、はい、気迫が伝わってきますね。その中で今攻撃を仕掛けていこうとした成田でしたが、海野がここも張っていく。やっぱりあの膝でサポートしてその膝攻められたので、はい、やっぱ得意のこの弾撃とあのウエイト差を生かしたですね、パワー、これをなんかぶつけていってるように見えますね。昨日は初勝利を挙げたこの海野でしたが、昨日の八木との戦いではサポーターをつけている左の膝を必要に狙われました。さあここはショートレンジドロップキック打ち込んでいったのは成田蓮です。まあ、この成田も海野に対しては並々ならぬ思いがあるようで、やはり同い年、そして同期入団というところで絶対に負けたくないと皆さん話していました。そうですね、あの本当成田選手は非凡なセンスを持ってるなというのを見て分かりますからね、はい、ただあの棚橋選手もね、はい、この成田のことを資質がある選手だというふうに思いました。あ、そうですか、はい、さあその成田体を放り投げていき抑え込んでいきます。海野がカウント2で返します。体重がねないなりにこのスピードはもっと速くできるでしょうからね、はい、まあ、そういう部分を自分のメリットとかそういうのをどんどん生かしてほしいですね。体格の成田の体重は83キロです。いやでもこれ強烈です ね、これはかなりもう一発一発で真っ赤になりそうですね、はい、その音というのがこちらにも伝わってきます。フロントスープレックス投げていきます。ひねるような形、カウントに入ります。海野がここも返す。ただ畳みかけるのは成田、両足掴んだ。さあ形を狙っていくか、ヤングライオン伝統ボストンクラブ。さあ腰落としましたね、リング中央ポジションもいいですね、はい、成田選手は体重ないんでもっと反り返った方がいいですね。なるほど、はい、まだそのあたり背中を反り切る形にはなっていないか。ただそれでもああこれ両腕突き立てたのは海野。まだ相手にスタミナがあるので、はい、あの成田選手がもっと腰のもうちょっと後ろの方に腰の方にお尻を落とせればいいですね。でそこを軸に弓なりにできればいいですね。ただロープからまだまだ距離があります。さあ海野再び腕を突き立てた。逃がすな。なんとか手を伸ばしていく。徐々にその距離近くはなっているが、成田も逃がさない。腰を落とした。いい位置です。お尻の位置いい位置です。腰を落としていった成田、はい、これでのけぞれればいいですね。勝てば成田シングル初勝利。ちょっと休んじゃった。ちょっと休んでるな。それもう一度落としていく。反っていけるか。今そろっとしてますよね。ただ海野も必死の表情。今少し崩れロープを掴みました。ロープエスケープ。今の足の力で戻したじゃないですか、はい、海野選手、はい、ああいうとこがねやっぱ力の差と体重の差が出るんですよね。体重でいうと海野選手の方が10キロ重いんですね。そうなんですよ、ね、そういうところに出てくるんですね、はい、成田選手は抜け取りたいんですけど、やっぱりそこを持っていけないっていうんですよね。共に20歳同い年の戦いです。うわ張った、海野の気持ちもちょこちらに伝わってきます。相当厳しいでしょうね、ああいう攻撃を出してるということは、はい、だから成田選手は逆にチャンスですよ。本当に相手は追い込まれているということですから。エルボーを連打していきます成田。さらにロープを使う。カウンタードロップキックは海野翔太。カウンターで胸元を見舞っていきました。成田にとってデビュー戦の相手はこの海野でした。その時は10分時間切れ引き分け、決着をつけることができるか。串刺しのバックエルボー海野。さらにセカンドロープからミサイルキック、強烈に胸元を捉えていきました。そしてカウントに入る。
成田が意地を見せます。吠えた海野。いやー厳しくなってきましたね成田選手。ちょっとクラッ、ここは海のチャンスと見たか。コディスラムで体を落としていき、トップロープに登る。さあ昨日に続きダイビングのバックエルボードロップ、転入式エルボーでいきました。いやー転入三式ですね、はい、運のレフェリーが世話になった。今度は海野が行く、ボストンクラブ逆エビ固め。さあ成田ここをしのげるか。重みもありますしね、自身にとってはデビュー戦の相手、まだ一度も勝ったことがないその海野に対し、いやでも自身にとってはシングル初勝利を目指す成田。ここまではヤングライオン杯全敗、やっぱ反ってる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 。そこで海野は体を反らす、体重をかけたところでギブアップ。最後は海野翔太が決めました。やっぱり体重のかけ方、体重の重さ出ましたね。やはり元井さん、ミラノさん解説の途中ありましたが、いかに体を反らしてしっかり体重をかけていけるか、海野選手はそこをしっかり落としていきましたね。そうですね、だから本当こういうとこなんですよね、はい、まあ、10キロでもこれを経験積んで自分も体重増えていけば、はい、140キロと130キロの10キロってあんまり変わらないですけど、なるほど、この90キロと80キロだと、まあ、こうやって結構差が出ちゃうんですけどね、はい、だから成田選手ももっともっと体を大きくして、うん、でまた切磋琢磨していけばね、もっともっといいと思いますけどね、はい、デビューは3ヶ月ほどの差がありますが、ほとんどその差はありません。同期入団の2人。さあそして敗れた成田が海野と向き合う。今二人は何を思うか。顔を折ったのは成田。いや悔しいな、はい、そして海野は言葉をかけることなく目をそらしていきました。そして悔しそうな表情は成田ね。海野翔太これでこのヤングライオン杯2勝2敗となりました。6分8秒最後は逆エビ固め、成田蓮からギブアップを奪っています。そして敗れた成田はこれでヤングライオン杯4連敗。もう少しのところまで追い詰めたんですがね、お客さんも、ね、はい、拍手を送って。いやでもこれ成田選手はね、ああ悔しさ出しますけど、放送席の前では成田が傑作を蹴り飛ばしていきました。本当に悔しそうな表情を見せました。いや大丈夫です、本当にこのまま練習戦なんかもやっていけば、はい、絶対女性ファンもつきますからは、はい、まだデビューから5ヶ月半、これからの戦いが楽しみです。第2試合、ヤングライオン杯争奪リーグ戦15分一本勝負を行います。ナンバーワンヤングライオンを決める戦い、八木哲浩が戦いのリングに上りました。昨日まではあった髪の毛、鈴木実に剃られて今日は丸刈りで登場。ヤングライオン八木哲浩に丸刈りになった八木に、その変化に気づいたコアのファンもたくさんいる聖地後楽園です。大きな歓声、そしてこちらも丸刈り、岡智之96年、あの藤田和幸さん以来およそ20年ぶりレスリングの全日本チャンピオンがヤングライオンとしてデビューを飾った今年1月、岡智之スーパーエリート。さあどちらも丸刈りです。いや八木選手今日は、ね、どんな髪型で来られるのかなって注目していたんですが、はい、今戦いのゴングになりました。逆モヒカンみたいな形にミラノさん、はい、鈴木みのるにやられちゃったんですね昨日ね。そうですね、逆モヒカンで全然いいと思うんですけどね、でもちょっと本人としてはね、はい、もうどうせなら剃ってしまおうというそういう心だったんでしょうねきっとね。まあ、リング外の日常生活がありますからね。なるほど、はい、いやしかしどちらも丸刈りで、まあ、そういう情報が入ってきてましたから表情だけを見たら見分けがつかないんじゃないかというふうにも思ってましたけれども、簡単に見分けはつきました。ちょっと悪そうな顔なのが岡、はい、精悍な顔つきなのが八木です。そうですね、まあ、かなり悪そうですね。紹介でいいですかね。結構悪そうです。元井さんどちらが好みですか。好みというのは どのような。いや顔面です。顔面です。もう顔面ですか。八木選手はその甘いマスクで女性に人気っていうのは聞いたことがありますから、元井さんもそうですか。私はね、覆面の方が、イケメンより覆面の方が好きなタイプなんですけれども、ちょっと逃げがちですが、おそらくヤギということで皆さん間違いなさそうですね。まあそうですね、はい、岡選手のことは全然触れませんでしたからね、そういうことでしょうね、はい、そんなことないですけども、さあしかし皆さん、はい、まあ、バックボーンで言いますと岡智之レスリングのスーパーエリートです。そうです、ね、一方のヤギ哲浩は
格闘技経験ありません。野球をずっと頑張ってきた青年です。ですからその野球をね頑張ってきたっていうその根性とかそういうのはもちろんあると思いますし、岡選手は自分がなんかこう変わったところを見せるために、そういう意味であえて体を絞ったと言ってたんですね、それぐらいの俺は覚悟を持って体を変えたんですっていうのが分かってもらいたいと言ってたので、それくらいもう練習してオーバーワークで膝をちょっと痛めた時があったと。そうですね、トレーニングしすぎでしすぎだったみたいですね、あれは。まあ、そうした影響もあってということも本人は言ってましたけれども、ただし川戸が、ね、同じヤングライオンの川戸がスーパージュニアタッグに出て、それから北村がワールドタッグリーグに出て、この岡も悔しい思いで、だからこそこのヤングライオン杯にかける思いは本当に人一倍というところがありますよね。そうですね、それでもスーパーエリートと言われてて、なんでリング戦出てないんだよって言われたらやっぱ悔しいでしょうからね。いや、それはそうですよね。さあ、ここはグラウンドでの攻防になっています。ヤギが得意のリバースインディアンデスロックのような形、そういった体勢に入るところを岡が阻止していこうという流れ。さあ、サードロープに手がかかりました。まあ、ただエリートだからこそ悩んだり苦しかったりという話をミランさん、永田裕二選手なんかは本当にしてましたけれどもね。やっぱりその独特なその立場にならなきゃわからない苦労、プレッシャーというのは絶対ありますからね。ですからもう勝って当たり前なんですよ、岡選手はそういうふうに見られるわけですから、そこでもし負けたらどうしようっていう、こう下からの追い上げを、こうあの追われる立場ってすごく大変なんですよね、ですからやっぱチャンピオンがきついっていうのはそういうところなんですけど、一点この八木としてはもう本当に積み上げていくものしかないわけですからね、失うものはもう何もありません。本当です、そうですね、何も考えずにぶつかっていけばいいんですけどね、そしてここもやはり岡のちょっとこうウィークポイントである膝を一点集中で狙っていこうという流れです。そうですね。さあ、八木が膝攻撃集中しています。この辺りの戦い方というのも、まあ、元井さん、ヤングライオン、まあ、言ってみればらしからぬというかね、徹底してますね。勝ち点は岡選手が4で、選手は0というそうなんですけれども、八木選手、勝ち点2欲しいところですね。そうですよね、カウントは2。いや、岡にとってみれば優勝のためにはもう落とせない一戦、そして八木としては、まあ、3連敗で迎えていますから優勝の可能性はなくなりましたが、なんとしてもこの1勝をという番狂わせを起こしたいと、そんな風にも話していました八木。そうですね、さあ、来た来た来た、リバースインディアンデスロックの体勢に入るぞ。これが皆さん野球の得意技なんですね。そうですね、これもっとね、足の攻撃の布石はつけてましたからね、あとはこれをどこまで相手を逃がさないように体重をしっかりかけれるかですね。あ、ただし岡も苦しい表情に変わってきた。サードロープを掴みました。これインデンデスロックで揃おうとすると岡選手が逃げる方向にちょっと力が入っちゃうので、岡選手はちょっと逃げやすくなるんですよね、他の逆エビとかに比べると、なのでポジション取りがより重要です。おっと、岡のトレードマークマリガリのその頭のてっぺんを叩いていった。岡が怒った、右のエルボー、バックエルボー。いや、ただし膝を押さえてますね。いや、膝ここに効いてるってことですね、ねちっこくねちっこく仕掛けていった。あ、膝攻撃が効いています。そしてやり返しました。元井さん、この辺りの気持ちの強さ出てますね。出てますね、やはりね、ただものではない感じが出ていますね。やられたらやり返す岡智之の心意気。さあ、かわした、ヤギが何を狙うか、ドロップキックだ。串刺しでいった。受け身が取れないような状況で胸板に叩き込んでいきました。あ、効いてる効いてる効いてる。さあ、そしてヤギが体重差27キロあります。岡115キロ、ヤギは88キロ。さあ、気持ちを示していく、ボディースラムで捉えた。大きな声が出た。さあ、カウントが入る、どうか。カウントは2。いや、ヤギ選手の筋肉大きくなりましたね、体大きくなってますね。体も大きくなった。そしてすこぶるばかりに気持ちが出ています。さあ、体重差が出る技だからな。しっかりここはどうか。体重差27キロ腰を落としていきたいところ。ウェイトの差というのはやはりミラノさん、この状況では岡に分があるんでしょうか。はい、逆エビ出ますからね、脚力の力で相手を反らさないように。おお、反ってる反ってる反ってる、でも頑張ってきて、それでも反っている反っている。あー、でも持ってかれるな。足の形相、プッシュアップからサードロープを掴みました。山本虎鉄メモリアル第11回ヤングライオン杯、12年ぶりに開催されています。7年半前に亡くなった虎鉄さんもおそらく笑って見ているはずです。気持ちを示すヤングライオン。チャンス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 、もう畳みかけろ畳みかけろ、待ってないで。さあ、ヤギは番狂わせを起こしたいと話した。チャンスは来ています。足に来てますね。実力も経験も技もコスチュームもありません。あるのは気持ちだけ。岡が向かっていくところ、ヤギは必死にこらえている。勝ち上げしてのエルボー。重い
思い思いエルボーで捉えました。そしてボディースタンド、いやこれは強烈、パワーの差が出るんですよね。全身しびれてしまいそうですね。ただここも一気呵成に攻め立てられないのはやはり左の膝が効いています。岡はまたしても左の膝を押さえていましたが、強烈にまたしても叩きつけていった。さあ危ないか、カウント3つ決まるのか、どっち。いやね、旋回式もねすごいこう回していくと本当に自分がどこで落とされるかわからないので決めのタイミングがずれますね。まあ岡にとってみればこの後全勝の川戸と北村が星の潰し合いを行います。きたきたきた、さあ投げ飛ばしていった。だからこそここで負けるわけにはいかないという岡智幸の状況の中で返しましたよ、元井さん。ヤギが返しましたよ、気持ちで返しましたよ。しかし一気呵成に逆エビだ、逆エビだ。さあ八木がいけるのか、ロープまではかなりの距離があります。そうですね、中央ですね。逆にウェイト差が、ここは岡に分がある。八木が苦しくなってきた、うわー、えぐい角度だ。115キロの逆エビ固めでギブアップ。やっぱウェイトだな、逆エビは伸びずに出るんですね、こうやって。出やすいですね、この技は。スーパーエリート八木哲弘、野球経験から這い上がってきた格闘技経験なしのヤングライオンを叩き潰していきました。いやプレッシャーの中ね、あと足も攻められた中しっかり勝利を収めるというのは岡選手の精神力の強さです。いや拳握ってますし、岡も本当にそれだけ苦しかったことを物語ってますね、これね。そうですね、で今手を挙げられた時に無意識的にこう指一本立ってましたからね、はい、一番になるぞと。そういうことですね、はい。これで岡は3勝1敗、優勝への望みをつないでいます。この後行われる川戸と北村全勝対決、そして岡は最終決戦で北村との一騎打ちを控えています。いやー、八木選手昨日からちょっと散々ですね。いやー昨日本当に、ね、髪の毛刈られてしまって、なんて声かけていいか分からなくて、黙ってうなずいたら八木選手も黙ってうんってうなずいていらっしゃいましたけども、いやもう八木にとってはね、髪もプロレス技術も伸びしろしかありません。八木哲弘よく頑張りました。7分13秒逆エビ固めで岡智幸が勝利を収めています。第3試合ヤングライオン杯争奪リーグ戦15分一本勝負を行います。さあヤングライオン杯、この第3試合はここまで全勝同士の2人が激突する事実上の優勝に大きく近づく一戦となりました。まずは青コーナーから北村克也、ここまで3勝0敗勝ち点6、今年3月13日にデビューしたこのマッスルモンスターがなぜヤングライオンなんだという声もありますが、さあ対するは入門は一気上になります。先輩格として絶対にこのヤングライオン杯渡すわけにはいかないという川戸平井です。デビューは去年の1月3日、川戸平井、他のヤングライオンたちよりもデビューが1年早い。さあその先輩川戸と、そしてマッスルモンスター北村克也の全勝同士の戦いです。皆さん、はい、まあ、ここまでですね、お互いに勝ち点6ということで、はい、今日勝って8に伸ばして、まあ、最終戦に臨むということになるわけですよね、どちらにしろ。そうですね、そうなってくるとやっぱり今日勝っておいた方が優勝に一気に近くなるってことですね、はい。まあ、この一つ前の試合で岡が勝ちましたので、まだ勝ち点6、まあ、この最終戦の結果次第なんですけれども、三組になる可能性はまだ残ってるんですよね。残ってますね、まあでも本当今日はね、どっちもね、多分ね、勝つことしか頭にないでしょうからね、はい。いやもう髪型から何からもヤングライオンじゃないですね。そうですね、いろんな企画から超えてますよね、北村選手は。そうですよね、元井さん、昨日はですね、北村選手試合後についにあのフーズネクストまで言っちゃいましたからね。言っちゃってましたね、言っちゃってましたよね、フーズネクスト。フーズネクストというのはね、あのアメリカのゴールドバーグ選手がですね、はい、おお、カウント2、
中川さんもゴールドバーグ選手に憧れて。そうなんですよね、まあ、強烈なショルダータックル、いわゆるスピアーといわれる技と、はい、そしてブレンバスターのように真上に担ぎ上げて叩きつける。おー、カウント入る、カウント2。ジャックハマーとね、そういった得意技もゴールドバーグ選手をもう本当こうお手本にしているという北村。まあ、一方ミラノさん、はい、1年違うということはやっぱりカードとしてはかなりこうプライドもありますしね。また片襟固め、カウント2で返しています。だって1年辛いことを頑張ってきたわけですからね、はい、川田選手は雑用もしかり、はい、練習もしかり、はい、前座戦線をやってきたということですから、はい、ちゃんこ番があったり洗濯の相場があったりとか。そうですよね、それをね、はい、おー来た、あー、この高さのあるドロップキックが川戸の武器。やっぱりちゃんと顎にね、はい、筋肉がないところ狙ってきましたね、はい、ただ年齢でいうと北村選手の方が12歳年上なんですよね、20歳と32歳という、はい、顎に連続攻撃しましたね、いいですね、効いてますよ。鍛えどころの、鍛えようのないところにこの高さです。スワンダイブ式のミサイルキック、上から叩き落としてくる。さあそのまま関節を取るか。いいですね、いいですね、ちゃんとポジションも今修正してますよ、ね。まあ、皆さん、この関節も鍛えられない部分ですから、カートにとってはこのマッスルモンスター北村の攻めどころ一つ、関節というのはポイントになりますよね。はい、立ち技で勝負するよりも抜かした方がいいですけど、ただいかんせんこの腕の太さが規格外なので、見てください、もう手繰り寄せてきますもんね、曲がらないように。お、三角に移行しましたね。今度は三角締めです。はい、うまいですね。総合格闘技経験もありますもんね、川戸選手。そうですね、川戸。ただこの腕の太さと川戸選手の足の太さがそんなにほぼ変わらない、はい、太ももくらいの二頭筋、三頭筋ありますね。そうですね、まあ、そして川戸の体重80キロ、北村の体重が120キロということですから、まあ、5割増しなんですよね。今朝も朝4時半に起きてラム肉1キロ食べたって言ってましたからね。80キロ軽々持ち上げて叩きつけた。まるでパワーボムのような攻撃から片襟が頭を返した。危ない危ない。いや、もう川戸の胸板のあたりが真っ赤です。川戸選手は今自分が技かけて締めてたわけですから、はい、なんでパワーボムのように叩きつけられてるか、ちょっとね、はい、頭の回路がまずいかもしれないですね、はい。さあさらにパワーの攻撃は続く。お、まあ、この体勢で持っていくの、やっとジャッピア逆さを抑え込んだ。こういうのに弱い、どうだ、どうだ、返した。やっぱりパワー系はね、やっぱこういうちょっとした細かい動きについていけないときがある、はい。さあスモールパッケージに行かせない。おー、ジャックハマーか、いっか、いっか、ジャックハマー、これが北村の得意技、フィニッシュか、決まった。返せなかったですね、最後はジャックハマー。パワーに物を言わせました北村勝也。全勝で進んできました ね、 ね、もう最初からアクセル踏みっぱなしの試合でしたね、本当に。全勝対決を制しました北村克也が勝ち点8で最終戦に臨むことになります。そしてカートは1敗、勝ち点6、しかしまだ最終戦、ミラノさん、最終戦でこの北村と岡が対戦するんですよね。そうですね、の大きいもの同士、ただ岡選手はちょっと絞ってきましたからね、それが吉と出るか京と出るかわからないですね、はい。まあ、そのまま北村が勝つか、あるいは引き分けで優勝、もし岡が勝つと今度は勝ち点で並びます。さらに、まあ、今日の、ね、川戸も最終戦で勝ちますと勝ち点8で3スクルという形も考えられますんでね。いや、まだわかんないですね、はい。優勝の後は海外遠征のチャンスも見えてきますよね。川戸、ね、選手なんかも、ね、メキシコのルチャスキッチ行ってましたし、はい。さあジャックハマーから片指固め4分12秒、北村克也が全勝を守りました。